はい、どうも皆さん、ゆずきゆかりです。キズナあかりです。さて、今回はオナキンとその周辺事情について解説していこうと思います。まずはオナキンすることに健康的なメリットはあるかという点について話をしていきますが、手っ取り早く結論から言うと、現時点ではメリットを支持するデータはほとんどないです。まあなんとなく察してはいましたよ。というかネットでは個人の体験談としてオナキンは効果あるよねみたいな内容の話が割と転がっていますが、あれって何を根拠に言っているんでしょうかね。まあ思い込みのせいではないかと言えそうだけどね。さて、そろそろ本題の研究について話を進めていきますが、オナキンに関する話はテストステロンとポルノが一緒に語られることが多いので、まずはオナキンとテストステロンから解説をしていきます。まずテストステロンって何ぞやと考えている人のために簡潔に話すと、筋肉の発達に必要なホルモンのことです。しかし単に筋肉を発達させるだけのホルモンではなく、テストステロンの量が少なくなると糖尿病や心疾患のリスクが高まり、活力も衰え、うつ病にかかりやすくなるだけでなく、慢性疲労が起きるといったさまざまな悪影響があり、日々の幸福度を決める要素の一つになっています。また当然男性だけでなく女性にとっても欠かせないホルモンです。しかし研究によれば、20年前に比べて現代人のテストステロン量は 25% も減っていると言われているので、以前よりテストステロンの重要度が増しているのです。でもテストステロンとオナキンにどのような関係性があるんですか？それはある研究が原因かもしれないわ。おそらくオナキンの健康説の元ネタとなった研究の一つに、2003年に行われた28人の男性を対象にした実験があり、これは参加者に16日間のオナキンを命じたところ、最初の2日から5日まではテストステロンに変化はありませんでしたが、7日目に血中のテストステロンが 47.5% も上がったという内容になっています。この数字だけ見るとものすごい効果があるようにも見えますが、翌日に再びテストステロンを測ったところ、たった1日で数値がベースラインまで戻ってしまいました。その後実験が終わるまでテストステロンの上昇は起きず、16日目にはテストステロンが基準値より下がった人も確認されたようです。どうやらテストステロンの上昇は一時的な現象な上に、最終的にはホルモンバランスが悪化する可能性もあるようです。他には2001年にも似たような実験が行われ、10人の男性に21日間にわたってオナキンをしてもらったところ、テストステロンの上昇が見られたものの、やはりすぐに元のレベルに戻ってしまいました。オナキンは一時的にテストステロンを上げるものの、その効果は非常に短時間でしかないというわけですね。さて続いては、 G をすることによる健康面の改善について話をします。かつては体に悪いという論調もありましたが、現在では健康的で正常な行為であるという論調になっています。というか実際には G は健康に良いというデータの方が多く、例えば睡眠の改善、ストレスの軽減、エンドルフィンの促進、自尊心やボディイメージの向上が挙げられます。また男性の G と前立腺がんのリスクとの関連を示唆する研究もあり、月に21回以上 G をする男性は前立腺がんのリスクが 31% 低いという結果が得られています。さらにメンタルの改善についても、2015年の事例研究では G とメンタルの悪化の関連性を示しているものもありましたが、他の研究では G で気分が改善するという指摘も多く、これはおそらく G そのものが悪いというより個人が暮らす文化の影響が大きいように感じます。ただし一部には G でメンタルが悪化したという報告があるのも確かで、G に罪悪感を感じていたり、 G にかなりの時間を費やしている人、ストレスや不安に対処するために G をしている人、過度の G で日常生活に悪影響が出てる人などは、もしかしたら一旦休止期間を置いてみることで他の活動をする時間ができ、健康が改善されるかもしれないです。まあここまで話を聞いた限り、オナキンは普通に生活していれば特にメリットはなさそうですね。そうね。さてオナキンに続いて G と切っても切れないのがポルノですね。昨今ではポルノの見過ぎによる中毒が懸念されており、ポルノ中毒がいくつかの自己啓発本でも取り上げられ始めています。ちなみに
ここで言われるポルノ中毒とは、日常生活や人間関係を妨げるほどポルノに依存した状態を指しており、集中力の不足やうつ症状が起きるというような主張もあります。ただこうした主張について言えるのは、そもそも、ポルノの悪影響について、専門家の意見は全く一致していないってところです。例えば、アメリカ心理学会の論説では、ポルノ賛成派とポルノ反対派が対立しており、インターネットのポルノ中毒は指摘するほど大きな問題なのか?という点について、はっきり言えるデータはありません。さらに、2019年の研究では、ポルノの有病率は約 3% から 6% と想定され、そもそも正式な分類がないため、正確な判断はめちゃくちゃ難しいという状況になっています。他にも、アメリカ心理学会では、精神疾患の診断統計マニュアルの第5版にポルノ依存を入れるべきとの提案もありましたが、この診断を支持する十分な証拠がないという理由で却下されており、現時点では、ポルノ中毒がやばいというような主張は、ポノ禁しないとやばいという主張と大して変わりません。なんかこういう話を聞くと、世間で騒がれたりしているものほど、実際は曖昧な部分が多いって感じます。まあ、今のところは、少なくない専門家が、否定的な見解を示しているという点を押さえておくといいかもしれません。また、2014年の研究では、ポルノ依存に関する研究の多くは、デザインが不十分で、偏りが非常に大きい点を強調されており、その上で、ポルノの使用と有害な影響との因果関係を裏付ける証拠はほとんどないと指摘されています。さらに、2015年の研究では、性的なイメージの主張に問題を抱えた参加者を調べたが、一般的な中毒に関わる脳の経路が存在しないことが明らかになったと書かれており、典型的な依存症のモデルが当てはまらない可能性があるらしく、ポルノ中毒についての研究は、全体としてはかなり微妙で、ポルノ依存の悪影響はあるかもしれないが、かなり限定的ではないか?という感じです。ちなみに、2015年の別の調査では、実際にポルノを主張するのが問題ではなく、自分がポルノ中毒だと信じることが、大きな苦痛をもたらしている、という結論を提示しており、自分がポルノを使うことに罪悪感を覚えなければ、悪影響はないかもしれないという主張となっています。悪い方の思い込みによって、精神に悪影響が出るかもしれないなら、あまりネットとかで、ポルノやオナ禁などの情報には触れない方がいい感じですね。まあ、9割以上の人は、そういった情報に触れる機会もあまりないと思うけどね。あと最後に、おまけ的な話を一つ紹介したいと思います。それは、オナ禁、ポルノときて、こちらも性に関する話には、大体関わってくる童貞卒業についてです。なんと、童貞を卒業できるかは、25% は遺伝で決まるという研究を紹介したいと思います。これは、ケンブリッジ大学の研究で、約12万5000人の DNA を解析した結果、初体験の時期を左右する遺伝子が38個ほど見つかったそうです。これらの遺伝子は、主に、性ホルモンの分泌量や第二次成長の時期をコントロールしており、自然と、初体験の年齢差につながっていくそうです。その他、失敗を恐れなくなり、異性にアタックするようなリスクを好む脳を作る遺伝子や、短期な性格を形作る遺伝子などが見つかっており、それらの遺伝子が多いほど衝動を我慢できず、自然と初体験の年齢も早くなるそうです。これについて研究者は、私たちは世界で初めて、初体験の遺伝的要素の計算を行った。これによれば、初体験に関する遺伝の影響度は 25% だ。つまり、4分の1は生まれつきの問題で、4分の3は環境の問題だ。と述べています。ちなみに、この 25% という数字は、例えば、あなたが不安傾向のある人間に育つかは、両親の遺伝子によって 25% は決まるので、その点を考えると、意外と高い数字ではないでしょうか?なので、この 25% という数字をどう解釈するかは難しいところですが、自分が童貞なのは遺伝のせいであると考えてもいいし、童貞卒業には環境の整備が大事であると思うのもいいでしょう。なんか新たな視点をもたらしてくれそうな研究でしたね。はい、というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。